ここには魔人を封じる術があるかもしれない。それに私はレイチェルと一緒にいたいから。アリシア様、好きにしな。まあせいぜいそいつに寝首をかかれないようにするんだね。お気持ちは変わらないようですね。私は篠本に戻り対策を練ることにします。それではまた失礼。失礼します。アリシア様、館を手分けして調べましょう。ここには必ず楽園から逃れる術があるに違いないですから。さあ参りましょう。レイチェル、うまくいっているようだな。さあ魔人に我らの魂を捧げようぞ。どうした、まさか今さらおじけづいたのではあるまいな。来たるべき時が来たのだ。尊い血族から破滅の子が現れるという予言通り。だからこそ嬉しくて体が震えるのだ。死者が増すほどこの世は煉獄と化すだろう。魔人こそ真に世界を救うものなのだ。そうだ、魔人に全てを捧げるのだ。魔人に全てを。よく切ってやる。アリシア様、あなたを殺して私も死にます。もらいます。Two!
ずらしとくんだった。母さんはどこへ。あなたは確かグレインズ将軍の。はい、ジョイスと申します。姫様、ご無事でしたか。カタリーナ王妃の命令でグレインズ将軍が処刑されました。そんな、将軍は古城で兵を集めていると。奴らは逃げ遅れた兵たちを人質に取り、将軍の身柄と引き換えたと。将軍が。古城もヘルツォークに攻められています。残念ですが長くは持たないでしょう。そこで、やはりつけてきた甲斐があったぜ。アリシア様だけでもお逃げ。口先だけじゃないってことを証明。